フローレンス・ピットマンは、米国聖公会から日本に派遣された、アメリカ人宣教師、教育者、ジェームズ・マクドナルド・ガーディナーの妻、立教女学校の主任、校長を務めるとともに、女子英学塾を創設した津田梅子とも交流し、日本の女子教育の発展に、多大な貢献をした。1877年米国聖公会から派遣され来日。 1877年6月に湯島4丁目にアッタブランシェ夫妻の仮住居で始められた生徒わずか6名の私塾として開始した立教女学校の初代校長でアッタブランシェ夫人の働きを来日したばかりのミスフローレンスが支える。来日当時23歳であった。立教女学校は生徒数が15名となり第2代目校長を務める。ピットマンは来日以来。 熱心に日本語を習って生徒に英語を教えた。学校創設当初、設置場所が距離内外であったので外国人教師は講主和歌山義一に雇用されるという形をとっていた。立教女学校は翌1878年には神田川を渡った神田するが台東公会長のブランシェ夫妻の新居に移り、ピットマンも同居した。立教女学校は 生徒数が21名に増えたことから、1879年12月に、墨田川に近い築地へ移っている。1881年に、ピットマンは、日光で、立教学校の校長として、築地の校舎などを設計したジェームズ・ガーディナーと、婚約した。1882年には、ピットマンは東京、芝野聖アンデレ教会で、ジェイ・ガーディナーと結婚。 立教女学校の生徒数は35名となり、同年6月には、ガーディナー夫妻が住む築地居留地26番の住居の2部屋が女学校の教室として使用された。1883年2月2日には、アメリカから学校を卒業したばかりの米国生、公開宣教師のエマフルベッキが来日し、20歳になったその年の春から、 立教女学校で英語と音楽を教え、6月からは立教学校で英語を教えている。立教女学校校舎1884年には、夫である J ガーディナーの設計で、立教女学校は築地居留地内26番に念願の新校舎を建設。校舎は洋風3階建ての美しい建物で、居留地内でも評判の建物であったと言われている。 立教女学校は、進行者とともに、高速教則も整えられ、ミスリデックが校長となる。ジェイガーディナーは日本で初めて紙巻きタバコを製造資材を成した村井吉兵衛の邸宅や京都別邸などを設計している。村井吉兵衛邸は3番町、議邸、村井邸の助邸は上6番町にあり、5番町、後に、 土手三番町のガーディナー邸からすぐ近くで、両家の娘は、ガーディナー家に寄宿して、英語、料理、西洋式マナーや社交術を学ぶなど、家族ぐるみの信仰は晩年まで続いた。当時、ミセス・フローレンスの教えを受けることが、家族や、富豪の間で評判となり、村家だけでなく両家の子女が多くガーディナー家に出入りしたと伝えられる。また、ガーディナー邸の近くには、 津田梅子が創設した女子英学塾があり、ガーディナー夫妻は講師を務め、後まで交流が続き、ミセス・フローレンスは親友となった津田梅子に影響を与えた。ありがとうございます。